最後とかいいよ。キノワンをFM キノワンを機の皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後3時を回りました。この時間は 79.7 メガヘルツFM キノワンよりサザンブリーズをお届けします。よいしょー。よいしょ。よいしょ。やばい。うちのショウちゃんなんかバグってしまった。大丈夫かな。さあ、まあこんなところで自己紹介させていただきたいと思います。はい、なんとね、この3人でお届けするのが今日で最後ということなんですよ。もうね、びっくりするほど。もう止まっていいよ、翔平くん。ずっとラジオで使わない動くっていうボケかもしれなかった。一人でめっちゃ疲れてるじゃないですか。あ、頭痛い。さあ、そんなこんなで金曜日をお届けしてきました。 FM ギノワンの神田玉木とマルキオビルのコウちゃんとショウちゃんです。おしょー、あーしょー、よろしくお願いします。もうね、結構本当に私あの寂しい。あ、本当ですか。いや、もうそれは僕たちも一緒ですよね、翔平さんね。そうですね、ショウちゃん。でもさっきあのちょっと単独ライブで頭がいっぱいってまあでもね、うん、まあそれはしょうがないですから、はい、もう頑張る。今週もう明日ね、本当に明日なんですよね、明日ですね、単独ライブが、うん、はい、もうね、バンバン宣伝していっていただきたいなと思うんですけれども。了解しました。断るごとにぶち込んでいこうかなと思って。断るごとに、はい、なんかあれ、単独ライブのテーマとかなんかあるんですか。あー、単独ライブのテーマはですね、うん、屋上、うん、それはタイトルでしょ。タイトルか、テーマよ、テーマ、テーマ、まあタイトルでもなんでいいですか。タイトルは一応屋上ですね。マルキオビルの屋上と言いましてですね、あのビルの一番上はもう屋上ですのでね、はいはい、そういう意味を込めて、なんかお笑いのまた上に行きましょうみたいなね、あー、なるほどね、意味を込めて一応つけたんですけど、うんうん、つけたらつけたでちょっと先輩方に、うん、あのもうお前たちじゃあもうこの単独ライブで終わりだなって言われたんですよ。もう屋上にだからお前ら B… あ、もう今行っちゃうからね。そうそうそう、お前ら B2 とか B1 とか地下から始めればいいのに、屋上にしたからって言われて。そんなこと言わないでよ。あらゆる屋上を転々とするっていう意味だよ ね、 そうですね。今回はマルキオビルの屋上なんですけど、次は那覇メインプレスの屋上とかな。そうそうそう。でゆくゆくはね、うん、あの六本木の、ね、スカイツリーとか。あ、いいですね、はい、そこら辺のあれスカイツリーって屋上っていう概念か。あっちてっぺんみたいな、てっぺんだよ、ね、先っちょみたいな感じで、たどり着けるかもわからないけど、ね、ちょっと頑張っていきたいなと。はい、もう頑張ってください、本当に応援してます。ということで、サザンブリーズ今週、今日もですね1時間お付き合いいただきたいと思います、はい、毎週金曜日は、メールのテーマをフリーということにしてるんですけど、はい、今日ね、3人でお届けするのが最後になるので、うん、ま、ルキオのお二人とか、あと私に対するね、なんかこのメッセージとかね、はい、そういうのをいただけたら嬉しいなと思います。はい、お願いします。メールアドレスは797@fmギノワン.com、797@fmギノワン.com です。はい、また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャス、そしてサイマルラジオでインターネット配信も行っております。はい、うん、ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。では一曲曲をお届けしたいんですけれども、なんかね、あの今巷ではあの世界のウチナーンチュ大会が行われてて、お二人も国際通りによくいらっしゃると思うんですけど。そうです、めちゃくちゃもう人がね、もう溢れ返ってます。人、はい、うん、本当にもう本当パレードとかも何回も行われているみたいなんですけれども、うん、はい、そんな中、ハワイで話題沸騰ウチナーグチアーティストというのがいらっしゃるらしいんですよ。おう、なんかね、ブランドンさんっていう方、ブランドン・インさんっていう方なんですけど、1983年オアフ島カネオ出身、幼少の頃よりギターや三振に触れて育つ、はい、2009年来沖し、英語教師を務める傍ら野村流古典音楽の師範になるなど、はい、なると同時に県内のライブハウスでギターの弾き語り活動を始めると、はいはい、失われつつあるウチナーグチを通して、ウチナーグチに強い危機感を感じ、うん、勉強を開始、ハワイに戻った現在も沖縄文化とともにウチナーグチの普及活動を行っているということで、まあね、話題沸騰、ハワイでワイハーでそう、ワイハーでね、そんなブランドンさんなんですけど、うん、はい、CD を発売していらっしゃるみたいで、はいはいはい、それがねちょうど今日の朝届いてて、 FM ギノワンに、あ、ブラントンさんの、そうそうそう、でぜひね、あのもうみんなが知ってるような歌を
その三線とか、またレゲエボサノバみたいなちょっとね、ハワイな感じに、アレンジしてゆったりした感じで、CD を発売されたそうなんですよ。なんかガチマヤーって歌とかわかります？ガチマヤー、ガチマヤー、あとまあ、ティンサグの花、今からお届けしようと思うんですけど、はい、ティンサグの花とかそういったものをちょっとアレンジして、内縄口で歌っているアーティストさんらしいです。はい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 。ではここでそのブランドンさんの曲を、ブランドンブーね、全然違うくなっちゃうから、ワイハーからのランドンブーワイハーのランドンブーワイハーからのランドンブーからの曲はい、お届けしたいと思います。アルバムティーチから、ティンサグの花です。お聴きください。沖縄の人みたい、ね、外国の方なんですよね、ハワイの、まあ、一応出身はそうみたいなんですけど、もしかしたら2世とかなんかそんな感じかな。今日お家帰って部屋に戻ったら部屋が臭かったわ、なんでかなと思ったら猫がおしっこしてた。うっしゃ、俺ん家で。あ、家、飼い猫じゃなくて、飼い猫なんですけど、普通はいつもあの砂があるんですよ、トイレする用の、あそこにしょんべんしてたんだけど、なぜか俺の部屋でしょんべんす臭かったな。エコザイルさん、ハロハロ。ハロハロ。ありがとうございます。今日でね、僕たちもいなくなりますんで。悲しいな、寂しいな。もう、まあでも出会いがあれば別れもありますから。そうそう。悲しむことありませんよ。あ、チャラい AKB ファンさんがチャラくない AKB ファンさんになってる。あ、やっと気づきましたね。落ち着いた、やっと落ち着いた。二宮くん誰これ、誰になってる。アイコン、見れないか。今日のメッセージテーマはフリーです。今日のテーマはフリーです。 This is an Okinawa radio station ないなぁ、フリーテーマ。しもじさむさんの希望を注げっていう。あ、そうですね、はい、希望を注げ。あら、やばいやばい。さあ、時刻は3時9分を回っております。この時間は 79.7MHz FM 機能1よりサウザンブリーズをお届けしております。サウザンブリーズ、サウザ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 ブリーズ、サウザブリーズ。はい、ありがとうございます。よいしょよいしょよいしょがやればもういいですからね。そう、もうよいしょ、よいしょがあればね、よいしょがあれば何も怖くないですからね。はい、行きましょうか。では行きましょうか。お天気お願いします。よいしょよいしょ、お天気行きましょう。はい、さあ、このラジオのね、はい、人気コーナー、人気コーナー、お天気情報。
お届けしたいと思います。じゃあめっちゃ吉住さん的な感じで呼んでください。吉住さん的な感じで。吉住さん了解しました。キャンネティアハッティネティア。やばいやばい、これ怒られるやつ。これ怒られる。こんな人だけ。怒られるやつだ。怒られるやつ。はい、今日28日。はい、はい、晴れのち曇り。はい。最高降水確率 20%、日中の最高気温31度となっております。10月にね、もう10月も終わるというのにすごい暑いですから。暑いね。うん、暑いね。まだ30度超えてんだ。半端じゃないよね。本当に。マジ半端ね。うん。じゃあ明日29日がですね、明日29日は曇りのち晴れ、僕たち単独ライブの日ですね、うん、はい、ありがとうございますちょくちょく挟んでいきますからね、はい、もうガガ挟んでいきましょう、うん、明日のちょっとね北の風が強いらしいですよ、北風が、うん、はい、はい、ありがとうございます。で明日朝の最低気温25度日中の最高気温28度、今日よりは少し涼しくなると思いますから、あ、ね、若干はい、多分ね一番単独ライブ見やすい気温ですからね、28度なんて国際通り、どっちにしろあれでしょ、屋内でしょ、うん、おー静かにするんだタマちゃん静かにするんだ、はい、失礼しました。はい、そして明後日30日がですね、晴れのち曇りとなっております、はい、で降水確率がですね、うん、はい、こちらの方は予想でいきますが 20% でございます。はい、これ予想ですのでね、僕の、うん、あ、予想なんだ、お前のかい、お前のかい、僕の予想です、まだ出てないので降水確率がやばいな、はい、で一応週末天気はまあいいと思うので、ただ北の風が強いらしいのでね、はいはいはい、うん、ちょっと髪の毛とかごわつくと思うんですけれども、女性の皆さんしっかり週末も外に出て遊べるようにしてください、はい、お願いします。帽子かぶってけばね、うん、そう、帽子かぶってけば大丈夫ですから、髪の毛、髪の毛、はい、うん、いいよ髪のおけ入れって言ってたもんな髪のおけ入れって大変だ、おけがまた入ってくるっていいんじゃない、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、では私の方から、なんだっけ、道路交通情報をねお届けしたいと思います。はい、まず沖縄自動車道ですね、沖縄自動車道下り西原ジャンクション付近で故障車が止まっております。続いて、うん、まあ、沖縄道下り金インターチェンジ付近でも故障車が止まっています。はい、その他ですね、工事による規制が各所で行われておりまして、うん、下り沖縄道下り那覇インターチェンジから西原インターチェンジにかけて、はい、こちら工事ですね行われております、うん、続いて沖縄道上り沖縄北インターチェンジから沖縄南インターチェンジ、こちらもですね、うん、工事による規制となっております。はい、続きましても沖縄道の上りなんですけれども、うん、夜間インターチェンジから石川インターチェンジにかけてこちらも工事行われております。はい、工事がいっぱい、工事いっぱい。他にもですね、うん、金インター、あ、違う、イゲーサービスエリア付近、うん、また金インターチェンジ付近、うん、そして宜野座インターチェンジ付近でも上下線ともに工事が行われておりまして、はい、第一走行規制となっておりますので、皆さんお気をつけて運転してください。お願いします。お願いします。では続いて一般道をお届けします。ですね、一般道の模様なんですけど、はい、今日今ね結構あんまり混んでないみたいですね、うんうん、おー、マジですか。はい、そうなんですよ。沖縄58号線、国道58号線の、北向き、北谷方面向きですね、グスクマで一部渋滞が発生しております、うん、国道58号線、北行き、グスクマで一部渋滞が発生しております、はい、そして北上しまして、こちらも国道58号線、北向け、うん、大蛇な交差点を少し過ぎたあたりでちょっと渋滞ができているみたいですね。はい、はい、こちらお気をつけください。はい、みんな気をつけて。他のところは特に目立った混雑は見られません。はい、はい、ではなんかね、メールが早速2通か3通かなんか来てるみたいなんですけど、はい、ご紹介いただけますか。はい、了解しました。あ、やばい消してしまったメールを。なんで削除したんですか。ですか、そう、メールを削除してしまいました。いやいや、まあ戻れんの、ゴミ箱に入ってるので。ゴミ箱に入ってますこんなことありますいつもね、マウス右手で動かしてるのに調子乗って左手で動かしたから、全然知らない、うん、どこに行っちゃいました。はい、消してしまうっていう。ゴミ箱ってどれよ。まず翔ちゃん探してあげて。小さくしてみれば一回。小さく、うん、ウィンドウ、イエス、プリキャファイル、縮小。はい、あ、もうメール無理ですね僕あったあった、すいません、いけますいません。ゴミ箱で、はい、ゴミ箱にですね入っていないと。
あ、じゃあ私多分読めるけど読みます？お願いしますか？お願いします。じゃあまずはじめに、あの進撃のめいちゃんさんからいただいていると思います。進撃のめいちゃん、はい、ウェイ大丈夫、あ、そっちあります？すいません、大事なメッセージはゴミ箱にって今ツイキャスで来てて、うん、違うんですよ、うん、これ本当にすいませんね、間違えてしまいました僕が、うん、はい、最終回なんで。だから本当に真っ黒黒すけ出ておいで。はい、じゃあお願いします。はい、ダメで読みましょうね。進撃のめいちゃんさんからですが、はい、たーまーちゃんと ASST のマルキオビルさん、こんにちは。ん、何すか、アシスタントってことじゃないですか、 AST。 あ、そうですか、アシスタント、はいはい、アシスタント、なるほど、ね、違いますかね。いや、わかんない、初めて来ました、はいはいはい、あのこの今ツイキャス聞いてるみたいなので、はいはい、ちょっとあの、うん、ご解説いただきたいなと思いますけど、はいはい、こんにちぽーと来ております。こんにちぽ。生放送お疲れ様です。ウィス、今日でこの3人、お疲れ様でしたということなんですけども、いえいえ、はい、11月からタンマーが一人でやるんですか、うん、テーマはフリーということで、うん、街中の様子を添付します、はいはいはい、11月直前なのにこれが飾ってました、ではまたお会いしましょう、はい、というコメントとともに、はい、写真の添付がされているんですけれども、はい、なんとクリスマスツリー、なるほど、あー早いね、まだ11月なってないのにすでにクリスマスツリーが街中で飾られていると、はい、早い、本当に、うん、早いよ、だって沖縄は今日も30度でしょ、うん、はい、それで30度でクリスマスツリーですから ね、 ね、まあ、でも行ったらオーストラリアとかそういうところはもう夏でクリスマスですからね。まあまあそうだけ ど、ね、じゃ あ、 あの沖縄 もそんな感じでサンタさんに海からサーフィンでやってきてもらいます。そうですね、うん、あ、しょうちゃん行けるんじゃないですか、海からサーフィンで、うんうんうん、しょうちゃんあの時期結構ヒーローになれると思いますよ、赤い服とか着たら、ヒゲでね、ヒゲ、後ろヒゲじゃないからな、ブラックサンタとして、あ、でもヒゲちょっといや脱色したりとかなんか白いサンタさんは与えるんですけど、うん、ブラックサンタは奪いに行きますからね。あー、なるほどね、うん、そっち系のサンタさんね。そう、はいはいはい、じゃあまあ有名にはなれるかもしれないけど、ちょっと好かれずに終わる切ないやつですね、切ねということで取り上げであれではするけども、うん、はいはい、与えはしないってね、うん、大人としてどうなのかモラルの問題よさあメールありがとうございます、うん、進撃のめいちゃんさんからでしたね。リクエスト曲いただいてるので、はい、ここで1曲お届けしましょうかね、はい、少々お待ちくださいね、はい、少々お待ちぼー。今日そう、うちのアンチュ大会中、うちのアンチュ大会が行われているということで、はい、今日の最初オープニングナンバーもちょっと沖縄っぽい音楽かけさせていただいたんですけど、うん、はい、続いても、リクエスト曲の中に沖縄出身のアーティストさんの曲があったので、はい、そこからおかけしたいと思います、はい、オレンジレンジでおしゃれ番長フィーチャリングソイソースです。沖縄感はないけどなアーティストだけやしなアーティストだけ、あ、やっぱり ASST はアシスタントらしいですね、ツイキャスで来てるんですけど、なんで ASST はアシスタント、はい、俺メールマジで、これメールどこ行った俺、多分だけどゴミ箱じゃなくてあれだと思いますよ。じゃあこの上にあるやつを消してしまったんですよ、ここにあるやつ、あ、これ開こうと思ったら間違えてバッテン押した。ああ、バッテン押したんですか。はい、あ、ゴミ箱じゃないじゃないですか。これですか。閉じただけ、うん。なるほどね。あ、よかったよかった。ここから出すんですね。覚えたと思ったけども、来週から俺いないやと思ってから切な、あ、来てる来てる、開いた方がいい、うん、見とく、暑いんだクリスマスの予定ですか？全くなすん。待って、今年のクリスマスは何曜日なんだろう。クリスマス何曜日かな？ちょっと見てみますね。そう。
いや今年のクリスマスね確かねお休みと重ねてた気がする土日とか。マジっすか、うん、うわいいよいいよ重なるの本当だ。日曜日だ24日イブが。イブが日曜日、うん、あじゃあ23、24、25、3連休。え、そうじゃないですか。23って天皇誕生日じゃなかったですか。でも23は土曜日ですよね。いや、23金曜日。あ、金曜日で、23金曜日、24が土曜日、25が日曜日。あ、3連休いいなぁ、何しようかな。普通は3連休とかじゃないですよね。重なり普通は、うん、違いますよ。3連休23だけなんですよね。金土日で3連休となっております。クリスマスの予定あるんですか。いや、ないですけど。でも何かしらどうせお化け屋敷とか何かそうじゃなくてもなんか入りそうな気がしますけど。やりそうですよね、なんかイベントは絶対。ライカムとかじゃないですか。いや、どうですかね。いや、ライカムきつい。クリスマスにライカム。いや、きつくないよ。もう、きつくないですね。苦じゃない。スタントだと。ちょっとだけお知らせして CM 行きます。はい。さあ、時刻は3時21分を回っております。ここで一つお知らせをさせていただきたいなと思うんですけれども、はいはい、宜野湾警察署より交通安全のお知らせです、はい、お二人のマイクを上げ忘れるというね、失態。あら聞こえてますか僕らの声が。今ね、聞こえてる。今聞こえてる。よいしょ、はい、入りました。ですね、うん、現在宜野湾警察署管内では交通死亡事故がちょっと多発しておりますということで、うん、特に道路横断中に歩行者が跳ねられるという死亡事故が増えてきております。はい、最近は暗くなるのもちょっとずつ早くなってきておりますので、はい、夕暮れ時には早めのライトの点灯など運転手の皆様にはお願いしたいということですね。はい、一瞬の気の緩みが大事故を招きます。運転中の携帯電話の使用、カーナビ、オーディオの操作、脇見運転はやめましょう。はい、また見通しの悪い交差点では必ず停止して左右の安全をよく確かめましょう。うん、交通安全は犯罪です。あ、失礼しました。いや、どこでよ、うん、まあ、違う違う違う、ちゃんとしないと。これね、誰かもね、やってた。交通安全は犯罪ですって、うん、どんなよ、うん、やばい、どうしようどうしよう。いや、もう聞き取り直していきましょう、はい、これは真面目な話だと思ったから、うん、これめっちゃ真面目な話なんで、ね、ここは聞かないといけない話だからね。僕らもちょっと真面目に聞いてたのに、うん、交通安全は犯罪ですって言い出すからめちゃくちゃこの言い出してくる、本当に。いや、いいですね、聞き取り直していきましょう、ね、じゃあ。いや、待ってよ、うん、気を取り直していきます。気を取り直して、はい、飲酒運転は犯罪です、うん、少しだから大丈夫、一晩寝たから大丈夫では通りません、はい、うん、そうだね。なんかなんだっけ、ビールを1杯飲んだら4時間寝ないといけないとか、はい、まあ、4時間経たないといけないですね、はい、とかね、そういう、まあ、アルコールが分解される単位には、うん、皆さん人間のいろいろ人それぞれなんかね、体の中の働き方が違うので、うん、はい、ね、注意してくださいということです、はい、また、歩行者の皆さん、特にお年寄りの皆さん、はい、朝の薄暗い時や夕暮れ時、夜間外出する時は明るい服装や反射材を身につけ、事故に遭わないようにしましょう、はい、ですね、また交通安全は家庭からを合言葉に、お出かけの際には車に気をつけての一言をかけましょう、はい、ということです。もうやばい、はい、交通安全は犯罪じゃないですからね、皆さん、うん、あのね、最後ぐらいでもう一回やりましょう。番組の最後でもう一回やりますので気を取り直してね。ではここで一旦 CM をお届けしたいと思うんですけれども、少々お待ちくださいね、うん、はい、 CM をお届けします、はい、お願いします。これね、誰かもやってたんだよな、交通安全は犯罪ですみたいなこと。メグさん朝かな、交通安全は犯罪です。めっちゃ今ここ重要と思ってめっちゃ力入れて読んだのに。どういう読み方になったらこうなるんですか。わかんない、交通安全のことを喋らないとって。運転手の皆さん、一瞬の気の緩みが大事故を招きます。
運転中の携帯電話使用、カーナビ、オーディオの操作、脇見運転はやめましょう。夕暮れ時は早めにライトを点灯して相手方からよく見えるようにしましょう。また見通しの悪い交差点では必ず停止して左右の安全をよく確かめましょう。飲酒運転は犯罪です。あ、飲酒運転、交通安全ですなんだ。いや、並んだろ。いや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 、なるんですよ。一文字入ってるようで一文字も入ってないな、なんかちょっと俺もそういうのかなと思ったら、だわ。お、なんか大塚健二さんがいいこと、なんかいいこと、うまいこと言ってる、うん、最終回は犯罪ですって点点点、すみません、本当ですよね。まあまあ、いろいろ都合が、大人たちの都合がね、大人たちの都合がね、はい、見え隠れするところですよ、ね、で、僕ら、亡くなるっていう、これ、愚人論ともなくなっちゃうんですか。まあ、そうですね、もう時間がずれるんですよね、完全に。やっぱ時間がの影響があるんですけど、11月いっぱいはこの3時台でやって、12月から5時に移るかなって感じですかね。まあ、ワンクールということで、はい、クラウンカップです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。テンテロリン、何の話しようかな。世界のうちなんち大会の話します。何の話？世界のうちなんち大会。私全然話せないんですけど、いいですか？俺1個だけあるんで。あ、そうなんですか？1個しかないです。別に何でもフリーで。はいね。私の真似しましたよね。もうこのタイミングで分かってたんで。まあそりゃそうですよ、ね、もう分かってましたんで。タマさん、何が犯罪なんですか？こっちが飲酒運転ですよね、うん、よかったよかった。本当に、いやいや、急に振られると普通に交通安全って言うからちょっとやめてください。はい、ありがとうございます。なんか、うん、今ちょっと世界のうちなんち大会っていうのやってるじゃないですか。ね、行われてますね、うん、やってますね。5年に一度の大ビッグイベント。なあ、大ビッグイベントの大とビッグは一緒の意味なんですけれども、確かにそうですね。大きい大きいイベントっていうね、ウルトラ大ビッグでかいイベント。はいはい、あ、いいね、はい、ありがとうございます。はい、はい、なんかね、この世界のうちなんち大会で、うん、なんかちょっとギネス記録に挑戦みたいなのがあったんですよ、うん、わかります。あー、空手の見ました、プロビールの空手のね、うん、そうそうそう、空手の方、うん、どんだけ大人数でやれるかっていうのがあって、うん、でそれでこのギネス記録を塗り替えようということでね、はいはいはい、あの国際通りでね、みんなで集まって、はい、これ型を披露するっていうのをやってたんですけど、で僕らね、この吉本沖縄花月が国際通りになるので、はい、まあ、見れるわけですよね、生で。そう、いいですよね。でちょっとパーって見に行ったら、まあ、まあ人がいる、めちゃくちゃ多いわけですよ。人本当に多いでね、うん、この前回のこの塗り替える、ま、塗り替える前というか、この塗り替えないといけない記録っていうのが、もともとギネス記録持ってるのが2013年にインドが、はい、インド、うん、ちょっとそこも意外だなと思ったんですけど、そうですね、意外ですね、うん、インドがね、カレーだけだと思ってましたけど、ね、そんなことないでしょ。インドがね、なんていうんですか、ギネス記録を持ってると。でその大人数って、この人数が800何名かなんですよ。800何名かで型をして、それで世界一になったんですよね。相当多いな。そうで、それから3年間もこの日本はね、国技である空手でインドを越してなかったわけですよね。確かそうですね。3年もほったらかしにしてたんでって、まず僕思ったんですけど、自国の競技なのにね。そう、もう国技ですから空手は、まあまあまあいいやと思っててね、まあ一応まあ見てたんですけど、まあまあ人多いから、あ、これギリギリいけるんかなとか思ってたんですよ。なるほど。でこの結果発表の時になりまして、はい、でもうギネス記録認定、この認定までまた時間がかかるんですよね。この1回型が終わって5時間後ぐらいに、この あれなんですよ。あ、そうなんです。そうなんです。1回ちょっとなんか問い合わせないといけないみたいで、このちゃんとこの ギネス認定のところに。あー、なるほど、なるほど。ギネスサイドにね、うんうん、はい、で発表しますみたいになって、でその時ちょうど僕言い合わせて、その時も、はい、で発表します。前回の記録がインドで行われた、インドのどこどこで行われましたみたいな話して、はい、800何名みたいな、うん、ででんみたいな、みたいな、うん、で今回那覇国際通りで行われました記録が、はい、3300。デージ超えてるやつ。ねー、大幅にボコボコにするっていう、インドを本当に800人から3000人、もうボコボコにしすぎっすよね。もうちょっと生捨てどころじゃないですね。ガッツポーズとか、あ、おすげーともならんかった、なんか、あ、やば、なんていうんですかね、あの感情は何なんだろうと思って、うん、
あっけに取られましたね。あ、3000もいたんだ国際通りにね。前回のやつが800っていうのが、うん、知らなかったんで、私今日知ったんですけど、はい、から新聞で私が読んだ時もその3300いくみたいな感じだったので、はい、うん、前回はちょうど3000人ぐらいでやったのかなみたいな。そうですよね。なんかギリこういうのって大体ギリギリで超えるでしょ。そうそうそう、ギネス記録って、ね、通はそうですね。なんであのダブル、あのなんかダブルスコアぐらいつけてんのって、もっとつけてるか、ダブルスコア以上ですよ。ちょっとレベルの差が、まあまあこれ以上抜かれたくないってことですよね、うん、絶対。そうですね、本気出しまして。いやいや、なんか甲子園の決勝で18対 3ぐらいで負ける勢いじゃない。あ、でも甲子園の、ね、決勝ってそういうのちょっと多い、うん、でも甲子園ってまずあれだよな、なんかあれダメでしょ、何コールドプレーなしっすよね。そうですね、そう、どんだけ点差ついてもやらされるだろう、うん、地獄やんに、地獄だな本当に、うん、あれかわいそうっすよね、めちゃくちゃボコボコにされてるの見たら、うん、でもそういうところでやっぱあのちょっと逆転劇というか、はい、そうそうそうが、ね、起きたりするんですよ。これがねやっぱ甲子園の高校野球のなんか目が離せないところだな、ね、魔物がいると言われるゆえんかもしれないです ね、甲子園には魔物が住むっていうふうにね、うん、言われてますけれども、だからそろそろもうまたね春の甲子園とかも来年だったらすぐ始まったりするので、はい、沖縄県民好きですよね野球。好きですね、うん、春の甲子園もうちょうど僕なんかの同級生、うんうん、僕なんか高校3年生の時の高南高校が春と夏の2連覇を、あ、うん、あそうなんですね。そうなんですよ、まあ、僕は全く関係がないんですけど、県勢で初みたいですね、うんうん、あ春夏連覇、そう連覇は、そうか、うん、ね、もう今ちょうど映画でやってる沖縄を変えた男、あもうね、ね、ゴリさん主演の吉本沖縄芸人も多数出てますので、ね、はい、ぜひ見てくださいね皆さん。沖縄を変えた男、はい、はい、ね、怖いんだけどすっごいいい話って、うん、みんな、うん、そうです ね、うん、なんか昔ながらのなんか練習したら水をの、うん、あ練習中水飲むなとか、うん、なんかもうそういうそれをその次元を超えてるらしいですね。本当に、はいはいはい、まあ、詳しくはちょっとねしっかり映画を見ていただいて。あ、うん、そうですね、あとですね、なんか公共収入が、はいはい、あの君の名を抑えて今、うん、あ、今8位ぐらいになってるみたいですね。あ、そうなんですね、へ、すごい、嘘、これ沖縄だ、嘘なんかい、嘘、本当、嘘、嘘、なんでこんな嘘つくの、嘘ですよ、結構めっちゃ今感心したのに。君の名を超えるって相当やし、相当だよ、相当変わったのにマジでと思って、もうハウルの心地を超えたからね、君の名はね、君の名は、あ、マジで、うん、君の名が、君の名は、君の名は見ました、私見ましたよ、こうちゃんまだでした、見てないですね、しょうちゃん見に行ったんですよね、あ、見ましたね、ミツァ、あ、やばい、ネタバレになりそうなミツァ、ネタバレになりそうなので、これ以上はね、これじゃ、わかんないよ、あ、もうやめてやめて。そう、もうとっても良かったですよ。あ、本当ですか、うん、ぜひ、ぜひ見てください。まだ映画館で流れてるうちにちょっと見に行きたいと思います、あれはね、私もあの知り合いが、知り合いというかこの、うん、FM ギノワンのモーニング8朝の番組をされている方だったかな、はいはい、がなんかあの映画館で見ないと後悔しそうみたいな、そんなにツイートをしてて、やっぱ絵がやっぱとっても綺麗なので、綺麗、うん、でしたね、確かに、うん、お家で見るのとは全然違うなっていうみたいな感想だったんで、なるほどね、それはちょっと見に行きたいなと思って、でやっぱりその期待は超えました、もうね本当絵とかすっごい綺麗、あと音楽ももともと好きなアーティストさんなので、うん、あのもうね良かったです、なんかうまい具合に CG 混ぜてたなと思いましたね、CG、あれ多分あの多分手書きだけじゃないですね、あーね、うんうん、いいと思いますよ、本当ですか、でもあんまりなんかこのまあ一応見たいんですけど、うん、なんかみんながこう期待というかプレゼンしてくるもんだから、うん、君の名を、うん、もう君の名はサイドもかわいそうだなと思って、あんだけハードル上げられて絶対あんまりだったけどなっていう人も絶対いるじゃないですか、あ、まあ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 、このみんながあまりにも面白いって良かった良かったっていうもんだから、うん、まあ、私はそう、私は結構自分の中で結構期待を上げていてたので、はい、なんかまあ普通に良かったんですけど、本当ですか、そうそうそう、それを超えてくる良さを、はい、ハードル上げすぎてたなっては思います、うん、そうなんですね、うんうん、一応じゃあとりあえず見たいと思います、映画館で見、うん、ね、うん、はい、ぜひぜひ、ただ金がねくれじゃ金を誰かチケットね、1枚ね、うん、1800円とか高え俺もねやばいやばい、これ僕らの先輩の、うん、あのちょっとネタである金がねっていうネタなんですけど、はい、まあまあまあ、映画トークはこんなとこにして、はい、
またねメールが何通か3通ぐらい来てる。あ、じゃあもうあのメール読ましてくださいよ。お願いしますよ。最終回スペシャルですね、うん、やばい、また消してしまった、うん、なんでよ。嘘はい、行きます。でも付け方分かりましたからね。はい、あのなんか他にまあいいや、これ読みましょうね、うん、じゃあはいはい、ほーいたまちゃん、ほーいってなんすか。ほーいって来てます。やっほーいって来てますね。やっほーい。はい、ほい、たまちゃん、マルキビルのマルキオですよ。マルキビルのこうちゃん、しょうちゃん、うん、サザンブリーズお聞きのリスナーの皆さん、こんにちは。はい、テーマ、マルキオビル、うん。俺はですね、サザンブリーズ聞いてから、うん、マルキオビルのこうちゃん、しょうちゃんのこと分かったんですが、うん、今日でマルキオビルの二人、最後なんですね。そうなんだ。俺はハイビスカスパーティーのゆかのファンだけど、うん、まあ、僕らの先輩のハイビスカスパーティーさんですね。うん、ね、ごめん。でもマルキオビルの2人も応援するぜと。ありがとうございます、うん、ありがたい。だから今日、うん、サザンブリーズ卒業ってことで、翔ちゃんのあごひげをハサミで断ひげ式してくれと。断髪式じゃないですよ、断ひげ式してくれと、うん、はい、ありがとうございます。でたまちゃんもお疲れ、サザンブリーズリニューアルするんだろ、たま、うん、ちゃんに会いに行くぜ。以上だ。お名前チャラくない AKB ファンさんからでした、うん、ありがとうございます。チャラいわ、チャラいよなあ、チャラいわチャラくないやつがよ、たまちゃんに会いに行くぜ、以上だなんて言わへんね。以上だってなかなか言わない。ダンヒゲ式。ダンヒゲ式。なんか一応音読みはありそうだけどね。ダンペッ、まあ一応ダンヒゲ式してくれと。うん、どうしますいやね、これね、命の次に対して。やばいでしょ、命の次。これはちょっと無理ですね。無理ですか。うん、じゃあちょっと、これから先に、もしヒゲがいらないってことがなったら、うん、ツイッターとかそういうのでね、断髭式上げていきますか。ねえねえねえ、ぜひぜひやってもし、3秒以内にやりたいね。ガッてやったら、はい、終わりーって言ってから。はい、終わりーって。はい、終わりーって。いいですね。いやでもなんかこういろいろな方向にちょっとなんかお参りとかしながらね、はい、うん、やらないと。ありがとうございます。一応まだメールが、はいはい、呼んでください。バイ。あ、やばい。はい、ありがとうございます。いっぱい来てます。タマチュマルキンストアのお二人さん、ハロハロ。二人は今日が最後なのね、せっかくいじり慣れてきたのになと。だるま和尚の顔も見納めなのね、愚僧からも見守っててくださいね。ウトとじゃあ、うん、後からやっと。僕ら別にね、うん、お亡くなりになるわけじゃないので、うん、ね、まだまだ沖縄で元気に活動していただきたいと思ってます、ね、いなくなるっていうね、うん、あれなのか。僕らまだ吉本沖縄花月とかで活動してますので、はい、ぜひ見に来てくださいね。そうよ。であとエコザイルさんに関しては、最後までマルキオビルって絶対に言わないっていうね、うん、ありがとうございます。せっかくいじられてきたのに僕らも残念でございます、うん、ぜひでも貫き通すっていう強い意志は見えた、ね、うん、強いしね、垣間見えてますよ、うん、ありがとうございます。はい、エコザイルさんでしたね。はい、はい、ありがとうございます。まだなんか来てます、うん、エコザイルですとか言ってないのにエコザイルさんって分かるっていうね。だから確かにね、名前書かれてない、はい、絶対エコザイルさんだなっていう、うん、はい、ありがとうございます。はい、まだ来てますね。ラジオネーム、うん、進撃のめいちゃんさん、タワーがかなり動揺してましたねと、うん、飲酒運転と安全運転、うん、民放局だったらお詫びして訂正いたしますというお詫びがホームページに出るのでよかったですねと、うん、そしてマルキオビルさん、うん、ワンクール担当お疲れ様でした。お疲れ様でした。今度は、うん、FM ギノワン、FM ギノワンで番組を持つことですかねとリクエストもありがとうございました、うん、はい、ということでですね、はい、進撃のめいちゃんさんからメールが来ました。じゃあピーチ先輩の時間を、はい、あの仮ですか、うんうん、7時からの、うん、仮、うん、仮なんで今のところまで、あ、なるほどね。ちょっとマルキオビル過去仮にします。ちょっと寝て、ちょっと狙っていきましょうかね。ああ、はいはいはい、いやいや、そんなことね、できるかわかんないですけれども、ダメですよ。はい、まだ聞いてますね、うん、ラジオネーム、はい、進撃のめいちゃんさん、ありがとうございます。はい、今フェイスブックを見ていたら、とあるフェイスブックページの生中継で、うん、ピコ太郎が日本外国特派員協会で会見されている生中継の様子が流れてましたと。この日本外国特派委員協会、特派員協会って何ですかね。日本外国特派員協会っていうのがあるんですね。の、なんでしょうね、まあ、海外になんか派遣される人たちのことですかね、うん、とりあえずそれでなんかピコ太郎さんが、うんうん、この人何者なんですかね。もともとは芸人さんなんですよ、うんうん、あ、違う、もともとはって今は芸人さんじゃないですか。今もですけど、なんていうんですかね。なんか天才テレビくんにも出てたらしいやつね、小坂大魔王、うん、あ、え、聞いたことある、はい、でも、あ、この人小坂大魔王なんですか。小坂大魔王ですね、はい、うん、そうなんだ。で、なんかもともとはずっと昔なんかボキャブラっていう、なんかボキャブラ天国とか、ああ、そういう、はい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 、昔にあったそのバラエティ番組とかには出てた方なんですけど、へ、その方が
またちょっと小坂大魔王で、うん、テンテレとか出て、うん、この PPAP で出てくると、うん、してピコ太郎、そうなんです、ピコ太郎さんで、へー、じゃあピコ太郎さんの歌もうね、皆さん聞き飽きてるかもしれないんですけど、うんうん、しょうちゃんかこうちゃんが踊ってくれるかもしれないので、うん、かけてみましょうか。じゃあそうですね、じゃあツイキャスを見てくれてる皆さんにだけですよ、うんうん、あの踊りが見れるということなの で、ね、あとユーストリームもですね、はい、ぜひ見てみてください。はい、書けるんですか、はい、ピーピーピー、カメラこっちだから立ってからもやろうか、最後だし。 I have a pen いいね、 I have a apple、 oh, apple pen、 I have a pen、 I have pineapple、 oh、 パイナポッペン。こっちも見て、黒も見て、黒も見て。パイナポッペン。あ、ペンパイナポ、アポペン。ペンパイナポ、アポペン。うっちゃ。とても。もうバッチリじゃないですか。バッチリバッチリ。疲れてますね。汗かいた。エアコンギリギリに効いてるでしょ。あのね、エアコン効いてるのに。効いてますけど。いや、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。もうこれであれですね、小学生の心もバッチリゲットを掴みましたね。ゲットね、絶対僕たちじゃなくてピコ太郎さんが掴んでるんだと思いますけどね。全く関係がないので、僕らは。あのジャスティンさんにね、目がつけられるって相当すごいだからよな。あんな素晴らしいって考えたら、ちょっとジャスティンさんもちょっと小学生ぐらいのあれなのかな。いやでも小学生にこのみんな認知されるっていうかね、すごいですからね、影響。このしかもこの小学生の子供とかがテレビとかで見て、うん、街とかでいっぱい行って、この大人たちもねちょっと興味を傾けるというか、そうそうそう、親とかが聞いて、今の小学生何言ってんのかな、あこれなんだって、ね、それがまた親が会社とかね、そういう職場で行っていろいろ広がっていくから、結局小学生を抑えてしまったら勝ちですからね。なるほど、ね、うん、今時はそうだと思います。なんかちょっと昔はね、あの女性を抑えたらとか、主婦の層を抑えたらとか言ってましたけど、最近はねやっぱ小学生、ね、子供ですね、多分抑えてしまえば、小中学生を抑えたらもう完璧ですよ。うん、じゃあ小学生を抑えれるような何かをちょっと僕らも考えていきましょうか、うん、お、うん、今のこのダンス系とかなんか結構いいと思いますよ。ダンス系ですか、うん、やっぱり、うん、ダンス系、ダンス系、ちょ、あるんですよね。あるんですか、うん、あるよな、ダンス系、うん、ちょっと ありますかね、うん、あの僕今初めて聞いたんですけど。まあコウスケはちょっとまだ分からんと思うけど、あ、ショウちゃんの中ではね、あるんですよ、僕には。本当ですか。これは4人出たら、うん、7割方ちょっと流行るんじゃないかなっていう。本当？本当？そんなに自分でハードル上げるんですか？うん、一発ギャグ。あ、一発ギャグ。じゃあちょっと、うん、一旦やっとく。いいんですか？やっちゃっていいんですか？これもですね、まだあのツイキャスとかユーストリームやってる人にしかわからない。動きはね。うん。うん、やつなんですけどね、これ。これも最終回だし、うん、見せておきたいと思います。じゃあ一旦ちょっと見せとくか。お願いします。はい、ね、いいね。じゃあ行きますよ。はい。タタ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 タラバガニ、タラバガニ。タラバガニ、いいよ、 3回もやらないで。はい、うん、これ一応本当に普通にね、僕らのネタで、あの劇場とかでたまに使うやつなんですけど、あ、そうですね、はい、これ動きがないからあんまりよくわからないっていう、うん、結構ねちょっと似てましたよ。メガネかけてるからかな、なんか、うん、ピコ太郎さんに、じゃあ、じゃあ、じゃあ、タラバガニに、タラバガニ、タラバガニに、うんうんうん、タラバガニ、いいよ、俺やってよこと見てるから、これタラバガニ、いいいいですよ、いやいやいや、はい、まあまあこの反応をねツイキャスで、ね、どうですかね、ちょっと送っていただけたらありがたいなと思いますけど、うんうん、これは流行るよ、うん、これで面白くないみたいな意見が5個以上続いたらもうこれ廃止しますからね。なるほど、うん、じゃあ皆さん心を決めてね、だからもしかしたら面白いって言ってくれてる人もいるかもしれない、本音をね、うん、送っていただきたいと思います、うん、どうでした本当に、これは流行るね。さあ、じゃあそんなコメントを待ってる間に CM をもう一本お届けしたいと思います。はい、大丈夫か、これでも食べて元気出せ、ありがとう、つぶせんかったな、これ持ってることかったな、頑張るな、頑張るなって、おい、ありがとう、返すな、そしてお前は、いらない、
いらないならいらないって言え最初から。いらない、この子はもう、あー、いらない、愛がいらない、愛がいらない、友達PPAP I have a pen I have I apple apple pen I have a pen I have pineapple なんか違うくない pineapple pen I have a pen I have a pen 痛い どんなだったっけ I have a pen I have a pen apple apple I have a pen I have pineapple じゃあまず音程がなんかリズム違くない pineapple pen I have pen I have pen じゃない apple pen pineapple pen pen pineapple apple pen手先ブル手先袋でしょえんねん。プルブリ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 。肘の方に聞こえるかな聞こえないあと8分だリスナープレゼントがあるので紹介しますね、はい、時刻は3時47分を回っております。マイクを上げた瞬間にこっちがチーンっていやいい、いいタイミングでした。なんかね、お二人が今ねノリノリで踊ってらっしゃるんですけれども、はい、この今お届けしている曲がですね、はい、赤西仁さんと、うん、赤西仁さんと赤西さんと山田孝之さん、ね、そうそうそう、あ、わかりますね、この曲、うんうん、わからないですけど、赤西仁と山田孝之がなんか歌うみたいなのはちょっと、そうそうそう、もうすでになんかこの曲を発表してすぐ解散するっていう表明をしちゃったみたいなんですけど、うん、山田孝之さんと赤西仁さん二人で歌っている曲、チューチューシュタインです。チューチューシュタイン、そうそうそう、もうね、ずっとチューチューシュタインしか言わない曲、うんうん、そうそうそう、PV とかも結構面白いんですけど、そうなんですね、うん、なんか どっちの感じも全然ないですね、これ。あ、赤西仁さんっぽくもないし、山田孝之さんっぽくもないってことですね。そうですか、二人ともふざけたらこんな感じ。マジで、うん、俺のイメージなんかめっちゃ赤西仁はもうかっこいい、まあまあまあ、ジャニーズのイメージで、うん、山田孝之さんはもうなんか俳優としてめちゃくちゃストイックな方というイメージがあるので、こんななんかちょっとね、ふざけるようなね、ね、やらないんじゃないかなと思ってたんですけどもね、それが意外とやっちゃうっていうね、そう、やっちゃう感じですよ。山田孝之さんの方が特になんかちょっと癖が強いというか、面白い人。好きかもしれないですね、この音楽。ちょっと欲しいですね、この音楽。あ、聞いてみてください、ぜひ。はい、あ、今、ツイキャスでですね、はじめまして、横須賀から聞いてますとコメントをいただいております。ありがとうございます。たくやさんかな、はい、うん。いいですね、横須賀。うん、横須賀からそんなコメント、横須賀ってね。おー、うん、よいしょよいしょ、ありがとうございます。これがうちの翔平や。どうや、あっちかな、どうや。あ、でもね、はい、さっきのあのタラバガニの、はい、なんね、評価が来てますよ、はい、めいちゃんさんから。お、どうっすか、早い。タラコタラコの口調に似てましたって。なんだって、若干ね、若干。なんだって。面白さは5段階評価で3。おお、普通でした。普通かいと来ております。ではまた会う日までし
まあ、その時までには5になってるようにね、しますから、うんうん、はい、よろしくお願いします。あ、じゃあこれで3だったら劇場で見たら5だな。のいいですね、うん、ありがとうございます。もうこれ挟むタイミングとかね、いろいろ。そうなんですよ、そうそう、いろいろあってね、うんうん、多分拍手もらったりしますからね、僕らこれやって。そう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 、あ、本当ですか、はい、いやいや、まあでも出すタイミングですよ、本当に本当に本当にね、そこ間違えちゃうとね大事故起きますからねもういやでも面白かったですよ、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、さあでは、あれ、私リスナープレゼントの発表するって言ってしてなかったですよね。そうですね、まだしてないです、失礼しました。いえいえ、ではここで FM キノワンよりリスナープレゼントのお知らせをさせていただきます。はい、世界のうちなーんちゅ大会公演イベント、うん、にらいかない祭りが11月5日土曜日6日日曜日2日間で開催されます。はい、木名正吉さんプロデュースのウチナー口と沖縄の伝統芸能のエンターテインメント性があふれた音楽イベントです。はい、出演は木名正吉さん、チャンプルーズ、赤峰翔一さん、花バンドさん、はいはいはい、八鉢踊りさん、八鉢踊りさんですね、片頭演舞、琉球演舞、また DJ さんが来たりとか、あとドイツ、オランダ、中国などからアーティストさんがたくさんお越しいただけるそうです。盛りだくさんの内容となっています。はい、場所は宜野湾海浜公園野外劇場、5日土曜日は午後3時スタート、うん、はい、6日日曜日は午前11時スタートということですね。はい、このイベントの2日投資チケットをなんと10名様にプレゼントしますのことです。10名 ?10 名なので、なんかペアで応募していただいたら5組とかに、ね、なるほど、うん、応募方法は懸命ににらいかない祭りチケットプレゼントと書いて、サザンブリーズへのメッセージとお名前、連絡先を明記の上、はい、メールで応募していただきたいなと思います。はい、お願いしますね。お願いします。メールアドレスは797@fmginowan.com、はい、797@fmginowan.com です。はい、また今回は FM ギノワンまでチケットを取りに来ていただける方のみとさせていただきますので、ご了承ください。はい、はい、ということで、もうあの来週末ですからね、はい、皆さん早いうちにメール送って取りに来ていただきたいなと思います。お願いします。ありがとうございます。竹谷さんも欲しいと、横須賀からね、うんうん、あ、横須賀から、うん、ぜひ取りに来れるのなら近い、うん、ね、ジェットとかね、はい、落ちたら横須賀ってね、なんかその横須賀っていうのを聞いてから、エコザイルさんが少し寒くなってきたと、空気がひんやりしてきたって言ってるんですけれども、まあ10月の終わりですしね。まあそうですね、うんうん、今ちょっと風がね強くなってきてるし、うんうんうん、まあ、そんなもんじゃないですかね。いろいろと要因はありますよね、うん、はい、さあ、あと残り番組も3分ほどなんですけれども、くっそーなんかお二人からリスナーさんにメッセージとかいただけますか？うん、そうですね、本当に今までね、うん、皆さんにちょっと聞いていただいたりとかね、はい、本当に、うん、そんなので楽しくやってこれたと思います。はい、本当にね、今までありがとうございました、うん、クソありがとうございました。あ、サンジさんがいます、うん、よいしょ、うん、はい、ということでね、よいしょ、うん、あとじゃあちょっと皆さんに今までお世話になりましたので、僕らからも恩返しというかね、はい、そういうのがありますので、ちょっと聞いていただきたいなと思います、うんうん、明日29日僕らマルキュービル初の単独ライブがあります、よいしょ、ありがとうございます、うん、この単独ライブなんとですね、チケットが前よりまだ残っております、うん、1000円となってますね。もうなくなっちゃいますよ。お安いだから皆さんぜひ見に来てください。16時から吉本沖縄花月にて1時間ありますので、お願いします。お願いします。ぜひぜひ明日午後4時から16時から沖縄花月でありますので、はい、うん、はい、お越しいただきたいなと、うん、心からね、うん、たまちゃんさん明日来ます？明日、はい、考えときます。あー来ないここまで一緒にやっていて、うん、僕ら初の単独ライブ来ない。4時からですよね、うん、はい、一回見といた方がいいんじゃない？マンチャーマンチャー見ましたよ、うん、あ、見ましたよね。そうそうそう、マンチャーマンチャー、またマンチャーマンチャーも11月ある、はい、そうですね、そうです、11月4日にマンチャーマンチャーというものがありますのでね、うん、こちらもぜひお願いいたします。僕ら2人ツイッターやってますので、はい、マルキオビルで検索していただければメッセージを送れるようになってますので、うん、ぜひお願いしますね。お願いします、はい、あとですね、すいません、ちょっといいですか、はい、11月9日ですね、はい、8時からですね、我々の先輩のヌフさんっていう方と一緒にヌフさん、うん、はい、トークライブがありますので、そちらの方もですね、うん、前より500円となっています。あの求めの方はですね、メール500円ですか？前売り500円、目売り、目売り
前売り500円ですね。前売り500円、はい、安くないですか500円。そうトークライブだからちょっと安いですね。ワンコインとなってますので。そうなるほど、うん、面白そう。トークライブ気軽に来れるライブなので皆さん、うん、行きたいっていう方は僕にですねツイッターからメールだなんかね、あもう残り少ないんだからさっさと喋ろうよ。送っていただけたらですね、あの準備できますので、はい、ぜひお越しください。ありがとうございます、うん、もうとりあえずねお二人のことをツイッターでフォローしていただきたいなと思いますので、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今後も私はお二人を応援していきますので、うん、ありがとうございます、ね、今後ともぜひ、はい、よろしくお願いします、うん、お願いします。3ヶ月間、3ヶ月ちょっとなんですけど、はい、ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。初めてやらせてもらえたのがこのラジオね、うん、この FM ギノワンさんで、うん、本当にいつも感謝してます。また何かあったら FM ギノワンさん仕事ください。お願いします。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、僕らの初体験なんだった。うん、そうですね。本当にそう。さあ、それではまた会う日まで。さよなら。さよなら。終わらしかった、おい。やばいんじゃないの。